キャンパスの入り口ポンティフィシア・コミージャス大学は、スペイン・マドリードにある私立大学、イエズス会によって運営されるカトリック大学である。1890年、カンタブリア地方のコミージャスという町において、ローマ教皇レオ13世が聖パドバのアントニオ人学校を設立した。設立された当時、神学校の運営はイエズス会に委託されていた。1904年、 ローマ教皇ピウス10世が神学と哲学と教会法学の学位を授与することを認め、聖パドバのアントニオ人学校は教皇調律大学に昇格した。1969年には首都マドリードに移転し、留学生なども含むより広範囲の学生が入学することが認められた。1978年にはマドリードにあった高等教育機関であるイカいアイケードが、 ポンティフィシア・コミージャス大学に統合された。一回は、工学校、アイケードは、法学校と経営学、経済学校となっている。スタディ y and Research Centers and Institutes h a コミージャスにあった旧キャンパス。ありがとうございます。